作り上げた秘密の基地、団地の裏のフェンスを越え、僕らの街が見渡せるとこ、ああ何かあればここに集合だ、誰にも内緒だぞ。その日もいつもと同じ時間に、ケンジとタケシと大輔と僕で、何を話してたのか忘れちゃったけど、はしゃぐ僕らにケンジがいた。ああ転校することになってさ、もうここには来れないや、このままがずっと続いてくんだって信じきってた。あの日の僕、夕暮れの街、5時半のチャイム、ケンジがいつもよりはしゃいでた。夕暮れにカレーの匂い漂う頃、ケンジとタケシと大輔と僕で、何を話してたのか忘れちゃったけど、はしゃぐ僕らにケンジが言った。ああ何もなかったように、ああはしゃげばはしゃぐほど、このままがずっと続いてほしくて、さよならは言葉にしなかった。貸してた漫画もドンキーコングもあげるから、ずっと忘れないでね、このままがずっと信じきってた。あの日の僕、仲間の声、流した涙、フェンスの向こう、秘密の基地。なんだな、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 なんだのかな、下ってんのかな。
し握る君にこそエールを頑張って報われるような保証はないけど今はただやるきゃない見えない未来を嘆きながら覗き込んだテレスコープほんの一瞬本当が見えて目指すよ Mirage Around the land ずっと追いかけていた夢を叶えたいのに見失ってまた探して振り出しさ Oh Around the land そんな幻の振りをしてその向こう側で新版それでもその足でその腕でその瞳で目指すシーキロー目指すシーキロー Around around ずっと抱きしめていた理想をいつの間にかに見失ってまた探して踏み出しさ Oh around around そんな巡り巡る螺旋の向かう最果ては戻ってんのかな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 目指すはミラージュの向こうさ Around around きっとということで、2曲続けて聴いていただきましたが、はい、NU でーす。ありがとうございます。Stay with Music 横浜。ありがとうございます。これはですね、僕たちにはどんな映像が皆さんに届いているのか分かりませんが、素晴らしい照明と素晴らしい音響とすごいチームです。すごい感じで素晴らしい場所で歌わせていただいております。はい、会場にお客さんは いませんけどなんかいるかのごとく、はい、のテンションで歌わせてもらいましたんで、ご覧の皆さんの中で初めて僕たち NU を見る人もいるかとは思うんですが、ぜひぜひ、楽しんで、見ていただければなと思うんですけど、僕たち NU は今年この2020年結成20周年を迎えました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。結成20周年の年にですね、いろいろとイベントを企画してたんですけれども、うん、まあ、この世界になり、皆さんと同じように、いろんなものがなくなり、どうしようかなと悩みながらの活動になってたんですけど、2021年にですね、結成20周年記念コンサートが神奈川県民ホール大ホールで開催されます。決まりました。1月11日、ね、はいはい、祝日、はい、成人の日ですね。はい、この日を、ぜひ、まあ、僕ら一生懸命この20周年の集大成としてホールコンサートを2人でやりますので、はい、うん、ぜひ、ご来場いただきたいです。はい、はい、ぜひとも遊びに来てください、はい、では今日は最後に一曲、自分たちがとっても大切にしている曲をお届けしてお別れしたいと思います。会えなくなった、大切な人に愛してるって言えたらよかったなと思って作った歌です。ラブという歌で。あなたの愛が、あなたの声が守ってくれてるような、そんな気がして、
とても大きくて、いつだって守ってくれた。泣き疲れて眠りに落ちた僕を、いつだってぎゅっと守ってくれた。愛してるって伝えるチャンスなんて今思えば何度だってあった。あなたの愛が、たくさんの愛が守ってくれてるような、そんな気がして。当たり前のことなんてないんだよ、背中で教えてくれた。それなのにまた僕は失くすまで、本当の愛に気づけぬまま、愛してるって少し照れくさくて言えなかったな、伝えたかったな。あなたの愛が、あなたの声が守ってくれてるような、そんな気がして。チャンスなんて今思えば何度だってあった。あなたの愛が、たくさんの愛が守ってくれてるような、そんな気がして。愛してるって少し照れくさくて言えなかったな、伝えたかったな。あなたの愛が、あなたの声が守ってくれてるような、そんな気がして。そんな気がして。Thank you.
私は抜くこともやめてしまうでしょ。足りないくらいそれがちょうどいい。ささやかな幸せにも心弾むから、それでも不安は胸をよぎり泣き明かした。夜もあるのだけど不思議ね、こんな毎日も抱きしめていたい。もしも心が全て見えたなら、思いやりの言葉たち聞けなくなるでしょう。見失っても悲しまなくていい。悩むほど私たちは分かりがあるから、一人きりで生きてゆく強さいつしか手に入れてたみたいだけど、あなたと出会えた今ならずっと強くなる。私らしくあるためにひとつ、今日よりも幸せに明日を生きる。悲しみもあるけれど微笑みに変えながら、
見せたくないんだ。強がる私に気づいたなら、今日こそ静かに見送って、やっと出会えた、たった一人のあなたと、ずっと二人で吠えながら生きてくんだと信じていた。昨日までの私を笑って話せる、そんな日が来ますように。今日は大きな声でありがとう、さようなら、走るように過ぎ去った、ごめんね、さよなら。
皆さんこんにちは、シンガーソングライターの安本美代と申します。今日はこのステイウィズミュージック横浜ご覧くださいましてありがとうございます。今日のライブすごく楽しみにしてきました。全曲私のオリジナル楽曲からお送りします。1曲目は歩くような速さでという意味のアンダンテ、2曲目は別れと出会いをテーマにしたバラード、さよならありがとうをお送りしました。今日のライブを素敵なメロディーで奏でてくれるピアニストご紹介いたします。山本圭介。早速次の曲をお送りしたいと思います。次の曲のタイトルはアナスタシア。この言葉はギリシャ語で復活した女性、目覚めた女性、そんな意味があります。2020年は特に困難で大変な1年でした。この曲を通して人はどんなに辛いことがあっても何度でも何度でも立ち上がって進みたい明日、望んだ明日に進んでいける力強さを持っているというメッセージを込めていますので、今日はこの希望の歌を皆さんにも受け取っていただきたいと思います。それではアナスタシア。奥にも
ございます。アナスタシアお聴きいただきました。本当に今日楽しみにしてきていましたが、楽しい時間はあっという間で、次の曲が最後の曲になります。最後まで一緒にお楽しみいただきまして、どうもありがとうございました。最後の曲は私も大切にしている一曲です。この曲は次に会える時まで元気でいようね、また会おうねという意味を込めて作った曲です。よかったら楽しい曲なので一緒に手拍子をしたりして楽しんでいただければと思います。そして次にお会いするときはきっとこの街のどこかでリアルでまたお会いできるのを楽しみにしています。その日までまたね。私いつもと忘れないよ。二人で過ごしたこの幸せを寂しいや、辛いことがあってもその笑顔を見ると全部吹き飛んでしまうの、力になる。またねまたね、元気でいてね、次がある日まで私あ、いつの間にか胸の中あなたでいっぱい、パッと華やかに今日も色づいた。星の数ほどの人たちの中で出会い巡り合った奇跡、約束しよう。またねまたね、元気でいてね、会えない時間も私いつもと信じてるよ。心と心は今日もつながってる。月がある日まで私いつもと忘れないよ。今日のこともまたねまたね、元気でいてね、会えない時間もきっと二人なら大丈夫。強くなれるからずっといつまでも。
ゆかりです。岡田あかねです。二人合わせてゆかねです。よろしくお願いします。はい、はい、今日は Stay with Music 横浜にゆかねとして、はい、チェだってゆかねとしてね、出演することができてとっても嬉しいなと思ってます、はい、ありがとうございます。精一杯ね、心を込めてお届けしていきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そのわけで、はい、早速ね、大きいステージですよ。もう大きいステージで嬉しいですよね。やっぱりとっても嬉しいので、やっぱ踊れる歌をね、はい、私たちお届けしたいと思います。ということで、はい、聞いてください。チューズワン。チューズワン、私を見つめて、チューズワン、この手を握って、瞳の答えをあなたが示してくれたら、私が目で追うあなたを見つめる視線、気づいた受ける笑顔、違うのは誰よりわかる。あなたの気持ち知ってて、諦めなきゃ言い聞かせたけど、思えば思うほど強く光る。諦めつくから思わせぶりはもうやめて。 Tell me why 困らせないで、あなたわかってるんでしょ。瞳の答えをあなたが示してくれたら、携帯が鳴った。相手はそうきっとあの子でしょう。言葉にできずに目をそらした。さよなら、さよなら、それが一番楽ない。あなたに心が離れない。決まってるんでしょう。瞳の答えが残って頭から離れない。ドレミだ。Choose one、 私を見つめて、 Choose one、 この手を握って、伝えられずにこだまする。 Tell me why 困らせないで、あなたわかってるんでしょう。くれたらドレミ
がとうございます。1曲目はですね、ゆかりのゆかでのゆかりじゃないよゆかりだと私いなくなっちゃうからゆかねですからね。そうね、ゆかりとあかねで、ゆかりとあかねでゆかねですからね。ゆかりだったら一人になっちゃうから、そうや、私だけになっちゃうわ。ゆかねのね、代表曲みたいなね。そうですね、はい、初めてダンスにチャレンジした曲でした。そうですね、はい、ということで、はい、続いてお届けする曲は、はい、私たちがね、このコロナの中で感じたことをね、曲にしたんですけれども、まずは、私が作ったロケットバスターという曲をね、お届けしたいと思っております。はい、それでは聴いてください、はい、ロケットバスター。 Ignition sequence start 6 5 4 3 2 1。見えない敵を前にして、ダンス術ももうわからない、もうやだ、投げ出すのはいつかでいい。ガガーリンが言っていた、地球は青かったって。怖くても何か発見はあるよ、彷徨うな道なき道なら突き進め、私たち救えるものなら救いましょう。そこを泣いてる君も、叫びたい君も、 Are you ready? 世界へ3、2、1、GO。 バラ発射バイバイ、今日はグッバイ、悩める君にグッバイ、夢を見よう、心弾む夢を、だからバイバイもうグッバイ、下向く君にグッバイ、空彼方へ一緒に行こうよ。そういつだって何事もトライアンドエラー、ほら次は戦闘が待っているよ。戦うな、争うべきはそいつじゃない。私たち救えるものも見失うよ、そこが怒ってる君も、八つ当たりの君も、 Are you ready? 世界へ 3, 2, 1, GO。 まだ発車バイバイ、今日はグッバイ、いられず君にグッバイ、夢を見よう、心弾む夢を、だからバイバイもうグッバイ、なれます君もグッバイ、空彼方へ一緒に行こうよ。ありがとうございます。ロケットバスターという曲、聴いていただきました。はい、
はい、暑いね。暑いですね。もうこれだけ豪華な照明とねステージの中で ね歌えますから。そうですね、はい、やっぱ、ね、手振りも身振りも今までよ、はい、よりなんだっけ、いつもより数倍回ってますみたいなやつ。どういうこと？え、なんか知らない、猿回しみたいなやつ。ああなるほどね。いつもより多めに回ってますみたいな。そうね、気合入ってるってことだね。 そうです、それが言いたかった。それが言いたかった。急にいつもより回ってますって言われても何の話してるんだろうってなりますからね。はい。まあ いつも以上に回してね、フルパワーでね、いつも以上に回ってます、ゆかりの曲をお届けしてるんですけれども、はい、そうですね。まあ、今までね元気な感じで来ましたけども、はい、次はね、新しい曲で、はい、ちょっと大人っぽい、そうですね、感じの楽曲となっておりますね。行きたいなということで作った曲です。聴いてください。キスの余韻。私たちも見てもらいたいなと思ってね、はい、作った楽曲になりますということで、もう最後ですね。あっという間でね、
本当に楽しい時間はとてもとてもあっという間です。またね、はい、ぜひ今度は会場でたくさんのお客さんに囲まれてできる日を夢見てこれからも頑張っていこうと思いますので、ぜひともゆかりのことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは最後、はい、このコロナ禍の中で、私が作った君の幸せを願う歌というね、会えなくてもつながっていれますようにというそんな願いを込めて作った歌聞いてください。はい、それでは行きましょう。君の幸せを願う歌。ほら風が雲を触ってくよ、それだけで頬が緩むでしょう。きっと幸せってほんの小さな出来事の積み重ねだ。綺麗事だけじゃ生きれないけど、君には世界で一番綺麗なものだけを届けたいんだ。だから君の幸せを願い歌おう。そばにいれなくても笑顔でいれるように、そしていつかまた君に会える日には、思いを集めた花束を贈ろう。もし答えが見つけられなくて、うつむく時は思い出して、ずっと君のことを待ってる人が今だってここにいるよ。正しいことなんてわからないけど、間違い正解そんなのどうでもいい。君を守れるのなら今日も君の幸せを願い歌おう。そばにいれなくても涙拭えるように、時に孤独に負けてしまいそうな日は、思い出のかけら私は私を好きになれたんだよ。今日も君の幸せを願い歌おう。そばにいれなくても心つながるように、そしていつかまた君に会える日には、思いを集めた花束を贈ろう。岡田茜、二人合わせてゆかねでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ナチュラルステップお届けいたしました。ステイウィズミュージック横浜、ご覧の皆さんこんにちは、伊藤さくらと申します。よろしくお願いします。今日はすごく大きな会場で無観客ということでね、テレビの向こうの皆さんに向かって、お届けしております。1曲目はナチュラルステップという曲をお届けいたしました。2曲目はですね、今年6月にですね初めてのベストアルバムをリリースさせていただきました。その中に、収録している曲をお届けしようかなと思います。コロナになって生活がだいぶ変わって、シンガーソングライターもいろいろと悩みます。そんなシンガーソングライターの裏側の気持ちを描いた曲をお届けしたいと思います。伊藤さくらでシンガーソングライター。まだまだ
シンガーソングライターお届けいたしました。次の曲はですね、同じベストアルバムの中に入っております楽しい曲をお届けしようかなと思います。ライブ会場では、みんなと一緒にね、今はコール&レスポンスできなくなりましたが、振りだけは今もねみんなと一緒にできるので一緒にやっております。よかったら、一緒にやってみていただけたら嬉しいなと思います。ではお届けします、 Love and Peace。お届けいたしました。次で最後の曲に。
普段はいろいろなライブハウスなどで活動しております。まだまだ全部戻ってきたとは言えないですが、今もやめずに音楽ができているのは皆さんのおかげなんじゃないかなと思います。よかったら、伊藤さくらで検索していただくと出てくるので検索してみてください。最後の曲はリミッターという曲をお届けしたいと思います。私の曲の中で一番新しい曲です。もっと自分らしく生きてほしいなという願いを込めて書きました。リミッター。常識だったり当たり前だったり、誰のためのルール、囚われるほどに自分が消えてく。まるでロボットみたい。一度きり自分人生狂いなんて求めてる
高島英介と申します。よろしくお願いいたします。1曲目はホワイト、ありがとうございます。ホワイトヘブンビーチというですね、白い砂浜と青い海をイメージした曲をお届けしました。11月28日に発売したジャーニーというニューアルバムの中の曲で、まさにそのアルバムの中ではこの2人にこの曲はレコーディングしていただいております。紹介しましょう。ピアノ浅香智子。今日は豪華にね、ホールでグランドピアノですからね、もう最高です。もう楽しんでいきましょう。そしてアコースティックギター、石井豊。もう十何年も一緒にやってるんでね、でもホールでやるのは久々ですね。はい、楽しくこの響きを、皆様にも伝えられたらいいなと思って心を込めて演奏します。少しクールな曲を。次はことざのギリシャ神話になっていますオルフェウスというですね、その星座をギリシャ神話をですね元にした曲、オルフェという曲をお届けします。お楽しみください。Thank you.
ルフェをお届けいたしました。高島英介ステージとしては次が最後になります。もう今日はね本当に素敵なホールで音を出せて幸せです。またねこの浅香さんも石井さんもそれぞれね、いろんな活動してますので、高島英介ともども、応援していただけると嬉しいです。またね横浜そして川崎でもこれからゆっくりと感染対策をしっかりしながら、演奏が始まっていくと思いますので、ぜひお気軽に皆さんもお体に気をつけながら、楽しんでいただければと思います。最後はですね、楽しい曲星はつかめないという曲をお届けして終わりたいと思います。お楽しみください。
高島愛介でした。ありがとうございました。